Fanfare Movies Starred by ARCS. Are you ready? Freeze what up. I'm the type of a type of guy that I just hope to just get high. I'm stressing out while I just get by. Something tells me that ain't right. I'm the type of guy.はい、どうも、アクレス。今回もブラックオプス2の実況をやっていきたいと思います。今回も武器は、DSR をね、使っていきたいと思います。レベルがね、55になったと思うんですけど、まだね、プレステージできるところまで経験値が溜まっていないので、最後ね、この0周目、まあ、最後までスナイパーで行きたいと思います。プレステージする予定なので、こっちのアカウントは。そうですね。まだ経験値の方は溜まってないので、この週ではスナイパー使いますけど、次の週の多分最初の2、3試合ぐらいをね、スナイパー以外の、武器を使用して、実況をやりたいなと思います。多分 BO2 じゃねえな。私の実況ほとんどがスナイパーなので、まあ、スナイパー以外のね武器を使ってくださいっていうコメントもねよくもらいます。リクエストでも今あるので、リクエストを答える前ぐらいに多分アップロードする形になるかなと思います。日数的にね。まだテスト期間じゃないですけど、一応これテスト期間中にアップロードする動画になると思うので、まあ、アサルトライフル、なんだろうな。初期だから、初期クラスであるのは確か、ほんと最初のあれか ?MT なんとかっていう、あまり使ったことないんで名前は覚えてませんけど、多分その武器とか、ショットガンとかも使うかもしれません。まあ、今回、ショットガンなんか、結構威力あるっぽいけど、まだ使ったことないんですよね、実はね。なので、まあ、ショットガンも、ショットガン確かリクエストにあったかな。で、あったけど、まあ、使う機会がありそうなので、使おうかなと思います。まあ、さっきの試合から、まあ、勝ったり負けたり、五分五分なんですけど、部屋を一切変えてないので、なんかね、いつも同じ人がいるなと思ってる、見てる人はね、もう一気に取ってるので、これは。そこはね、そこ分かってくれると、ありがたいです。よし。横も来てたか。まあ、何試合も連続でやってるので、さすがに人数じゃねえや。人は結構変わってきてるんですけど、まだ最初からいる人とかね、まだいますので、だいたい特徴つかめてきましたね。例えばね、ドラゴンボールの人とか、エンブレムがね、その人とかね、その人かな。貫通、あれ?いないか。やばい、やばい。マジか。あ、後ろ回ってたのか。BO2 は結構貫通狙っていきますね、私は。モダン3はね、全然狙わなかったんだけど、結構、壁1枚でも、かなり、ワンショットキルができるので、結構使ってます、オールバンは。狙ってるんだけど、まあ、あんまり当たんないですね。あ、この人。そうそう。この人結構前からいますね。覚えてきました、だんだん。だいたいなんか、なんとなく ID 出てなくても、この人あれだ、あの人だなっていうのがだいたい分かってきますよね。ずっと同じ部屋にいると。あそこにいるってことは、じゃああの人かな、みたいな。ちょっと今ピンチですね。味方気づいてないのか。ちょっ
どい内容なので、それとまあ見方がちょっと少なかったのでこっちに避難してきました。それでもあうわもう当たった BO2、 なんとなく当たってないだろうという弾が当たったりするので判定が甘いのか、それともあのなんだろうモナン2のインターベーションみたいにあのねちょっと当たり半径が大きいのかわかんないですけど、割と当たりますね、適当に狙っていても。まあ BO2 はあまりプレステージするという気分ではないですけど、まあ一応やってみます。いろいろ永久アンロックとかなんかあるようなので、はい、ということで、今回の実況を終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しいです。Twitter やニコ生でも活動しますので、よかったら、フォローやコミュニティ参加よろしくお願いします。じゃあ、さよなら。When it got the touch, but I feel it with my stress. Let the smoke fill up my lungs. I'm high, speaking in tongues. Y'all haters a bunch of punks. Passion in the kicks, bass lines, snares and drum. It's my way, my only, my every form of expression. It keeps away the depression, but y'all just know this complexion completely.